イオングループイオングループの商業ブランドイオンイオン、幕張店ブランド統合前から、イオンブランドで展開する店舗の一つイオンは、イオングループが展開する店舗ブランドである。総合スーパーとスーパーマーケットの形態がある。イオンのロゴイオンスタイルシニーバラキイオン森市須田沼店店舗ブランドとしての、イオンが誕生したのは2007年3月2日に開業した。 複合商業施設ラブレマンダイにオープンしたラブラモズ店である。この時は食品に特化した都市型スーパーマーケット業態であった。その後、2008年3月13日に森シア津田沼店を同年10月9日には南砂町砂も店をオープンした。しばらくは、 複合商業施設に入居する都市型スーパーマーケットのブランドとしてイオンリテールが展開していたが2010年3月10日にカルフール S8 の店舗名称使用ライセンス契約が前日の同年3月9日で終了したことに伴い旧イオンマルシェが展開していたカルフール6店舗を野護を変更して総合スーパーとしてのイオンが誕生したその後 同年4月21日に、イオン九州が運営していた、戸バサティを改装により、イオン戸バ店としてリニューアルし、同年11月26日にイオンリテールが、売上低迷や老朽化のため閉店した、ジャスコイカルが、店跡地に、SSM である、イオンイカルが店を、オープンした。そして、イカルが、店がオープンする。 少し前の2010年10月6日にイオンマルシェ、マイカルを、順次、イオンリテールへ、九州合併し、合わせて、2011年春以降に、ジャスコやサティの店舗名も、順次、イオンに、変更、統一することが公式発表された。2011年に入ってからイオン北海道、イオン九州、琉球ジャスコもグループ内で追随するように各社が、展開していた。 ジャスコサティ・ポスフールの名称を廃止し、一斉にイオンへ変更、統一することを発表した。2011年3月1日に、広島サティを除くジャスコサティ・ポスフール、そしてイオンリテールで唯一のマックスバリュー店舗であったマックスバリュー中条店が、一斉にブランド変更を行い、イオンに統一された7月18日に閉店。イオングループ内では、 長年イオン株式会社が運営してきたジャスコに加え近年の企業買収により獲得したサティ、ポスフール、カルフールといった複数の総合スーパーが並存する状態が続いていたが今回のブランド名変更でグループ内の総合スーパーのブランド名が再度統一された2015年9月1日には大映画 運営していた店舗のうち、マックスバリュー北海道へ継承した、札幌円山店を除く北海道の大英8店舗とカテプリ新札幌の1店舗をイオン北海道へ、愛知県の5店舗をイオンリテールへ、マックスバリュー九州へ継承した吉塚店を除く九州地区の大英24店舗をイオンストア九州へそれぞれ継承され、北海道と九州地区の店舗は、 店舗ブランドをイオンに一斉変更。愛知県内の店舗は大英のままイオンリテールへ継承されたが、同年9月27日をもって大英としての営業を終了し、2日間の休業を経て、同年10月1日に店舗ブランドをイオンに変更した。なお、カテプリ新札幌店については2016年4月30日をもって一旦営業を終了。 同年12月16日の第一期オープンに伴って、カテプリに名称を変更し、建物転借により、イオン北海道から、イオンモールへ、運営以下にした。2016年3月1日には、大英が運営していた宮城県、山梨県及び関東、関西地区の一部店舗の29店舗と、マックスバリュー東北が運営していた新潟県内の7店舗の、 計36店舗をイオンリテールへ継承。継承後、旧大英店舗のうち28店舗については、北本店を皮切りに、順次、大英としての営業を終了し、2日間の休業を経て、店舗ブランドをイオンに野号変更されており、3月30日の、金剛店、古川橋駅前店、富尾店、三田店の野号変更をもって完了。 残るひもん屋店は5月5日をもって、大栄としての営業を終えて、改装に入り、12月16日に1階から4階部分の営業を再開し、店舗名を、イオンスタイルひもん屋に改めた。また、旧、マックスバリュ店舗は、継承前の同年2月27日までに営業を、一旦終了して、改装に入り、村上魚町店を皮切りに、順次、 イオンへ野合変更の上営業を再開し、亀田店の営業再開により完了した。2020年3月1日にマックスバリュー東北が、イオンリテール、東北カンパニーの食品事業と統合して、イオン東北が発足したことより、東北地区はイオン東北の運営となった。旧店舗ブランドからイオンにブランド変更された際、同じ店舗名が旧店舗ブランドに、 複数存在する場合はどちらか一方の店舗の名称が変更された。例えば、ジャスコ福岡東店と福岡東サティの場合、福岡東サティはそのまま福岡東店に変更されたが、ジャスコ福岡東店はモール名称をとって福岡ルクル店に店舗名称が変更された。また、2015年に実施した。 大英の店舗網再編の際にも重複の可能性のある店舗を変更したり逆に維持している店舗もある。また、秋田中央店や浮き場流店のようにブランド変更に伴って単体で店舗名を変更した店舗も存在しており、旧ジャスコ店舗の一部で見られていた新地名の店舗は、 茨城店との店舗名重複を避けるため、ブランド名変更のみとなった新茨城店や新名取店、といった一部の例外を除き、ほとんどは、ブランド変更に合わせて、新、を取り、地名のみの店舗名となった。岡山県倉敷市にある、ジャスコヨン倉敷店と、ジャスコ倉敷店については、総合スーパーとしての機能を、ジャスコヨン倉敷店に統合し、店舗名から、 ジャスコが省略され、倉敷店に。一方、一部フロアが、マックスバリュー、西日本運営のザビッグ倉敷店となっているジャスコ、倉敷店については、ディスカウントストアに、業態転換にし、ザビッグ倉敷笹キ店となった。また、2014年以降に新規出店や、リニューアルオープン等で増加している、イオンスタイルストアに関しては、開始当初、従来通り、 イオンプラス店の店舗名称であったが、2015年に店舗名称をイオンスタイル地域名に改め、すでにイオンスタイルストアとして運用していた、イオンの一部店舗も順次店舗名称の解消が行われている。2011年のイオン統一化及び2015年の大英店舗再編時における店舗ブランド統一の際、ジャスコやセティポスフル大英から、 イオンへの看板の掛け替えが間に合わなかった店舗が少なくなかった。一方で、イオン統一以前から2000年代以降に開店したショッピングセンターを中心にイオングループであることを示すイオンもしくは店舗上層外立体駐車場と地上を結ぶスロープの壁面にイオングループという看板を提示していた店舗も存在した。正式な変更日よりも前に 看板の掛け替えを得た店舗では、金融機関のように、新社名の看板の上に、旧社名の幕で隠すことは行わなかった。店舗内においても一部は、新しい案内物に更新されたが、ポスターや店舗案内板、店内表示などで、旧ロゴの上に、イオンイオン表示のシールや白テープを貼って対象する、場合が多い。 店舗内装もブランド統一後にリニューアルした店舗を除き継続使用している。惣菜売り場も主に旧ジャスコではレディ・ミール、旧サティ・ポス・フールではデリと表記されている。なお、福井県には店舗がない。ジャスコ時代のショッピングタウンピアからの撤退をめぐり地元としこりが残ったことが原因とされる。総合スーパーの店舗名としてのイオンは 2010年3月10日より、カルフールから転換された、イオン店舗6店で利用を開始し、2010年4月23日には、イオントバタショッピングセンターの各店舗であった、トバタサティが、イオントバタ店に改称された。その後、イオン北海道、イオンリテール、イオン九州、琉球ジャスコが運営していた、ジャスコ、マイカルとイオン九州が展開していたサティ、 そして、イオン北海道の単独業態だったポスフールの3ブランドを2011年3月1日にイオンに統合。この統合により、総合スーパーとしてのイオン店舗は4社合計で408店舗に拡大した。なお、同年7月18日で閉店した広島サティは運営会社が合併によりイオンリテールに変更となったものの、 すでに閉店が決まっていたため、旧名称のまま営業を続けた。一部が、マックスバリュー、西日本運営のザビッグ倉敷店となっているジャスコ、倉敷店は、ディスカウントストアのザビッグ倉敷笹置店に、マックスバリュー長野で唯一運営していた、ジャスコ新白馬店は、スーパーマーケットのマックスバリュー白馬店にそれぞれ、業態転換された。 ブランド統合を完了してから2015年8月までに32店舗の新規開業と14店舗の閉鎖を行い、18店舗増加した。そして、2015年9月1日の大英の店舗猛再編により、北海道の大英8店舗とカテプリ新札幌がイオン北海道へ、九州地区の大英24店舗がイオンストア九州へそれぞれ移管し、一斉に、 イオンへブランド変更したことで33店舗追加。その際、イキ店とプラザ大島店も移管したことにより、これまで、イオンでは展開されていなかった離島にも進出した。愛知県の大英五店舗は、店舗ブランドを変更せずにイオンリテールへ移管された。あと、同年9月27日をもって、大英としての営業を終了し、2日間の休業を経て、 同年10月1日に、イオニアブランド変更したことで、もう5店舗追加。その間に1店舗の閉鎖があった。2015年10月から2016年2月にかけ、3店舗の開業と1店舗の閉鎖を行い2店舗増加。2016年3月1日に、本州の一部の大英29店舗が、イオンリテールへ移管され、うち28店舗は順次。 イオンへブランド変更したほか、同時期に新規店舗も1店舗開業したことで合わせて29店舗増加。同年4月から12月にかけ、4店舗の開業と4店舗の閉鎖が行われた。2017年以降は23店舗の開業と33店舗の閉鎖、及びイオンスーパーセンターから4店舗のブランド変更が行われ、2020年9月時点では、 総合スーパー業態で488店舗を展開している。イオンリテールの公式サイトには運営会社や業態に関係なく全国のイオンが掲載されている。特徴的な店舗 GMS 業態の店舗は一食中のフルライン展開で単独での出店、ショッピングセンターの各店舗での出店に関わらず複数回にフロアを構えるのが通常であるが中には 通常の GMS 業態の店舗とは異なる以下のような特徴的な店舗が存在する。スーパーマーケットのイオンはイオンリテールが運営する地域に密着した食料品、日用品中心のスーパーマーケットである。前述の通り複合商業施設内への出店だったこともあり、これらの店舗ではイオン食品館の屋号を掲げている。 2011年3月1日には、イオンリテールで唯一のマックスバリューとして営業していた中条店がイオンへブランド変更した。その後、スーパーマーケット業態での新規店舗も開業するようになり、2015年12月4日にイオンタウン仙台富沢の各店舗としてオープンした。 仙台富沢店は、イオンリテール運営店舗で初となる、売り場面積1000平方メートル以下の小型店舗。2016年3月5日にオープンした、高野店は、広野町の公共商業施設である、広野テラスに入居する店舗である。同年7月12日には、山梨県甲府市の商業施設ビルココリの地下1階に、甲府ココリ店をオープンした。 また、前述の通り、同年3月1日にマックスバリュー東北が運営していた新潟県のマックスバリュー7店舗がイオンリテールへ継承され、同年3月15日に村上魚町店が開業したのを皮切りに、同年3月17日に山蜜店、同年3月19日に荒川アコス店、同年3月22日に富士見町店、 同年3月24日に上僕古典、同年3月26日に笹口店と順次イオンとしてオープンし、同年3月30日にオープンした亀田店を持って、マックスバリュー東北から継承したすべての店舗をイオンとしてオープンした。なお、森市や津田沼店と南砂町、砂も店は2017年8月31日をもって閉店し、大営、 九州分割の上で継承され、野号を大英に改め、工述する、フードスタイルストア業態に移行して、同年9月5日にオープンした。同年9月20日には、埼玉県吉川市にある、イオンタウン、吉川美南の2期区画の増殖オープンに合わせ、各店舗として、SSM 業態のイオン吉川南店がオープン。2018年9月8日には、 グループ会社のオーパが運営する、スワステーションパークに、SM 業態のイオンスワステーションパーク店がオープンした。2019年には、利便性向上のため、既存店舗が出店するエリア内に、食品スーパーを出店するようになり、新百合ヶ丘駅前に総合スーパー業態のイオンスタイル新百合ヶ丘が出店している、神奈川県川崎市朝尾区には、 同年3月29日にイオンスタイル神安祥が開業。浦和美園駅前に浦和美園店が出店している。埼玉県埼玉市ミドリックには同年4月26日にイオンスタイル味噌の山丁目が開業。最角馬に総合スーパー業態の大和鶴馬店が出店している。神奈川県大和市月見野には同年10月12日に 旧月見の店跡地にイオンスタイル月見屋が順次、開業した。三店舗では共通で、イートインスペース、ここでデリを併設し、一般用医薬品も取り扱うほか、神麻夫と、味噌の三丁目では、食品スーパーでありながら、調剤薬局のイオン薬局も併設されている。同年4月13日には、千葉県千葉市三浜区に、食品スーパー業態のイオンスタイル、 マクハリベイパークがオープン。同年4月27日には、新潟県新潟市中央区にイオンスタイル上昇、オープン。本店舗は、イオンリテールの、北陸新越カンパニーが新たな店舗形態となる、少々圏対応型スーパーの1号店として、開店するもので、旧中央卸市,市場跡地に開業された、ディアラントの商業エリア、マルシェコートに出店している。 同年7月14日には、福島県双葉郡並江町に、イオン並江店をオープン。同店は、食料品、日用消耗品、医薬品に特化した小型店舗だが、店舗に、設置のタブレット端末にて、寝具、収納用品、ベビー用品などの取り寄せサービスが行われており、店舗以外の場所での受け取りも可能である。同年7月25日には、 埼玉県川口市にイオンスタイル、荒井宿駅前がオープンした。2020年4月23日には、宮城県石巻市に、石巻駅前店をオープン。同店は、旧桜屋百貨店石巻店跡に展開設した、石巻市役所の1階で営業していた、エスタートに居抜き出店した店舗である。食料品。 日用品を中心としたスーパーマーケット業態となり、石巻市立病院が隣接している立地を活かし、調材薬局のイオン薬局も併設されている。なお、運営はイオン東北となっており、イオン東北発足後発の新規店舗となる。同年5月15日には、東京都江東区に食品スーパー業態のイオンスタイル、有明ガーデンをオープン。本店舗は、 住友不動産ショッピングシティ、有明ガーデンの1階に出店し、店舗規模と地域ニーズに基づいて、食品をベースに品揃えやサービスを設定して提供する都市型店舗に位置づけられる。同年5月29日には、新潟県新潟市秋区ニオンスタイルニーイーツをオープン。同店は、ホームセンター武蔵跡に新規出店し、 マックスバリューの標準面積程度の店舗規模に生活必需品を取り揃え、貸し出し用の専用スマートフォンを使用して、バーコードをスキャンし、専用端末機で支払いを行う、レジ号を導入するなど、ショートタイムショッピング型の店舗に位置づけられる。同年6月には、同年4月5日をもって閉店し、新潟県から撤退した。 スーパーマーケットバローの上越市内の店舗を継承し、11日に下門前店、25日に上越テラー店が順次オープンした。このために2020年7月時点で、スーパーマーケット業態は、新潟県が13店舗、埼玉県が3店舗、宮城県、福島県、千葉県、神奈川県、島根県が各2店舗ずつ、東京都、山梨県、長野県、 鳥取県が各1店舗ずつの計30店舗を展開する。また、上記以外のマックスバリューについては統合は行われず、従来通りの野号で展開される。イオンエクスプレスイオンエクスプレス大阪球場駅前店、イオンリテールでは、イオンの派生業態として、小型スーパーマーケット、イオンエクスプレスを展開しており、エクスプレス。 仙台荒町店を実験店として開業したのを、川切に、都市部に展開している。これまでは、イオンの店舗案内サイトには掲載されなかったが、2016年7月に、宮城県仙台市内の7店舗が、イオンの店舗案内サイトに掲載されるようになった。同年12月5日には、大阪府大阪市平野区に、エクスプレス、平野駅前店が、 2017年11月25日には、島根県松江市に、エクスプレス、上野木店が、順次オープンした。2020年2月時点で、宮城県12店舗、大阪府4店舗、島根県1店舗の、計17店舗が、イオンドットコム内の、イオングループ店舗一覧に掲載されている。イオンスタイルのロゴイオンスタイル、玉平の森東京都内でのイオンスタイル1号店、 イオンスタイルがまどりイオンスタイル笹岡級ダイエーからイオンを経て、イオンスタイルとなった初めての店舗イオンスタイルトヨタ2017年9月7日、リニューアルオープン。イオンスタイルラブラモーズ店舗ブランドとしての、イオン1号店だったダイエー神戸三宮店、京阪新地区でのフードスタイルストア第1号店、店舗外観に、イオンフードスタイルバイダイエーロゴを掲げている。 イオングループでは2014年10月に2015年1月の大英の完全子会社化などを踏まえ既存店舗を5業態に再分類した上でそれぞれについて改革を行う方針を明らかにしておりイオン大英については以下の3業態に分けられるイオンスタイルファミリー向け業態商品やサービスを通して生活のスタイルをご提案するを キャッチコピーとする。店舗によっては、医療品を扱わないと、特定の品目に特化した構成となる。この業態に関しては、旭川駅前店など、2014年以降に、新規開業あるいはリニューアルオープンした一部店舗から、運用を開始しており、2015年4月24日には、レイクタウン店と釜取り店の2店舗が改装オープンに、 伴ってイ店舗名称をイオンスタイルレイクタウンとイオンスタイルガマドリに変更したのを皮切りに玉平の森や茨城などイオンリテールが運営する一部店舗も順次店舗名称をイオンスタイルに解消イオンの1号店であるラブラモズ店も2016年7月22日の改装オープンに伴って店舗名称をイオンスタイルラブラモズに変更した また、イオン琉球が運営するライカム店もイオンスタイルライカム店に名称を変更したほか、イオン九州でも平成28年熊本地震の影響で休業していた熊本店の2階が2016年7月20日の営業再開に合わせて九州地区でのイオンスタイル1号店であるイオンスタイル熊本に改装し、同年9月10日には、 旧大英店舗だった笹岡店をイオンスタイル笹岡に解消、リニューアルオープン。2018年11月8日にはマックスバリューからの転換店舗だった中条店がイオンスタイル中条に解消、リニューアルオープンした。2020年6月時点で34都府県88店舗がイオンスタイル名義となっている。ほとんどの店舗が イオンからの転換か新規開業だが、イオンスタイルヒモン屋は、大英から、改装、休業を経て、直接、イオンスタイルに転換。イオンスタイルバラ島は、マックスバリューから、イオンスタイルへ転換した店舗である。なお、ジャスコ時代から存在する、イオンリテール運営の一部店舗やイオン、九州運営の店舗の衣料品売り場では、イオンスタイルストアの看板を掲げている店舗がある。 ただし、幕張新都心、和歌山、天道、名古屋茶屋は、直営店内に設置されている、フロア案内と店名以外では、イオンスタイルのロゴと名称を使用していないため、出入口には、他店と同様のイオンの看板が設置してあり、出入口名は、イオンスタイルストアになっている。また、専門店外から、直営ゾーンに入るところは、イオンスタイルストアとなっている。 イオングランドジェネレーションストアシニア向け業態。グランドジェネレーションとは、もともと同社が2012年に50代以上のアクティブ顧客を指す名称として使い始めたもので、きめ細かい接客を売りとする。2013年5月にイオン火災店で初めて導入され、その後、2014年4月にイオンマリンピア店、同年9月にイオンヤゴト店、 2017年6月にイオンスタイル新茨城にも順次導入されたほか、2017年11月には、新規店舗で初のイオングランドジェネレーションストアであるイオンスタイル、ケミ川浜がオープンし、2018年1月時点で5店舗がこの業態となっている。イオンフードスタイル、食にこだわる総合スーパーがキャッチコピーの食品関連に特化した業態。 原則として、旧、大英の内関東、関西地区の大規模店舗がこの業態にリニューアルまた、あるいは改築、新規等の形態で出展している。本業態については2015年6月20日にリニューアルオープンした大英赤羽店が1号店で、ある。店舗ブランドは、大英のままだが、店舗外観に、4フードスタイルロゴが掲げられている。 2016年11月19日にリニューアルオープン、した三軒茶屋店と、東三国店からは黒を基調とした、イオンフードスタイルバイダイエーの新しい店舗看板が、掲げられている。上記の通り、森市や津田沼店と、南砂町、砂も店は2017年9月5日より、イオンリテールからダイエーに継承され、この業態に変更された。イオン店舗が、 大英に転換するのは、これが、初の例となる。また、2018年4月21日に、旧四無幸町店跡地にオープンした東、無幸店からはこれまでの、大英ではなく、イオンフードスタイルで出店されており、新規出店店舗に加え、2018年9月28日に、改装オープンした港南大手により、既存店からの転換店舗も見られるようになった。 大半は大英から転換された店舗だが、東浦和店、つくの店は、グルメシティから転換された店舗となる。2020年6月時点で、イオンフードスタイル、大英合わせて8都府県、43店舗がこの、業態で展開している。この業態はあくまで大英運営の店舗であるため、戦術のイオンの店舗数や、イオンリテールの公式サイトの全国の、 イオン店舗案内には含まれていない。なお、イオン九州でも、同様のコンセプトを持つ店舗があり、熊本県熊本市中央区の商業施設ココサ内にココサ B1 が出店している。本校では、イオンにブランド変更された後に閉店した店舗を、述べる。参考、過去に存在した、ジャスコの店舗、過去に存在した、マイカルの店舗東北地区関東地区甲子ニエ 北陸地区、東海地区、近畿地区、中国地区、四国地区、九州地区本港では、イオンにブランド変更された後に移転し、旧店舗と同じ店舗名で営業している店舗を述べる。なお、以下に述べる木更津店と岡山店の新店舗は、前述の新店舗分類の一つの、ファミリー向け業態である、イオンスタイルストアとして営業しており、2015年からは、店舗名称を、 イオンスタイルさらずイオンスタイル岡山に解消されている。東北地区、関東地区、中国地区、九州地区イオンは、次の4グループ各社が、福井県を除く46都道府県で運営している。マックスバリューと異なり、運営エリアは、明確に分けられている。なお、イオンリテール以外の運営会社は、イオンの他に、マックスバリューやザ、ザビッグも運営している。中国やマレーシアでは、 日本国内での店舗ブランド統合後も、ジャスコの野号を継続していたが、順次日本国内と同じ、イオンに野号を変更している。2014年には、ベトナムやカンボジアに順次進出したほか、中国でもチャンス商や湖北省に進出するなど、海外では、店舗網の拡大が進んでいる。なお、イオンストアーズ香港では、イオンスーパーマーケットの野号で、 食品スーパー業態も展開している。中国店舗数58店舗イオン、広報駅前店、アセアン諸国店舗数から32店舗。2018年以降、日本 NCR のシステムを利用したタッチパネルでの操作で完結する新型ポスシステムへの全面更新が進められたことで、キーボードが存在する東芝テック製。 ポスターミナルや寺岡成功性ポスターミナルのそれは有効のままながら一部を除いて使用停止状態になっている。同年以降に導入された富士通フロンテック製ポスターミナルに至っては当初からその新型ポスシステムでの運用を前提としているために食品有人レジ以外では最初からキーボードが存在しない。なお、テック製ポスターミナルは 富士通製、ポスターミナルに順次置き換えられている。テック製の登録機は、生産機と同じ寺岡製のものに順次置き換えられているが、新規に導入される店舗では、富士通製の登録機、生産機をセットで導入する場合もある。レジ号の生産機は、富士通製のものが導入されている。富士通製の端末は、NCR 製の端末に順次置き換えられているが、 当初から NCR 製の端末を導入していた店舗も存在した。当初はヤラム製の RW が導入されていたが、現在はパナソニック製の CCT に更新されている。2020年3月以降はワオンポイントカード用のアー,ーズカードの読み取りとクレジットカードでの決済も同期での処理に移行しており IC クレジットカードでの決済時は伝票への サインから、同期のピンパッドでのピン入力に移行している。ありがとうございます。